さかずくん、はい、もう始まってるよ。始まってますね。任天堂ダイレクト、そう、2022.9.13 いやー、はい、ど深夜、ど深夜ではないわな。でも11時から。で、僕にとってはもうど深夜ですよ。もう寝てる時間なんで、僕は。とりあえずかずくんよ、うん、むせてんじゃねえよ。なんだよ、うん、俺聞く、はい、これノーカットだからね。流すとしたら、はい、今の席もカットしねえからな。今でも申し訳なかった。はい、うん、知るか、知らんぞ、もう、うん、じゃあかずくん、あと7分で始まるわけなんだけどさ、はい、鉄火具屋捕まえようぜ。はい、鉄火具屋、うん、ポケモン GO のレイドでいんのよ。はい、捕まえませんか、一緒に。どういうこと。いや、そういうことできんの。うん、頑張れば。今やってんの、レイド。今やってんで、ちょうど今日からレイド切り替わったの。そうなんだ。やる。とりあえず開い、言われたと、言われ聞かれたから開いてみたけど、いや、ポケモン GO今開いてもね、この時間帯日本でやってねえよ。ああ、そうか。うん。いや、でも7分だからさすがに間に合わんだろ。いや、だからできねえだろ、とりあえずよ。うん。なんだろう、今後いろいろさ、ツイッターで上げるにしてもさ、うん、的確 やんねえ。2週間あるから、期間。的確や、捕まるかチャレンジ。やんない。チャレンジ、うん。もう、なんだろう、それ、だってね、もうそれくらいやんないとさ、今回の動画ね、多分盛り上がんないかもしんないだよ。特に俺が、うん、もうなんとなくお察しがつくかもしれませんが、今回の任天堂ダイレクトは、うん、多分カービィないよ、うん、なぜなら、あの一月前にグルメフェス出ちゃってんじゃんって。あるとすればアップデート、うん、を期待するけど、はっきり言うと俺今回、うん、カービィのあの新作か、あるいは別に旧作でもいいから、なんか30周年スペシャルコレクション発売とかさ、うん、そういうのなければ私は騒ぎません、うん、多分騒ぐ余裕がありません。いろいろと仕事忙しいし、喜ぶ、多少喜ぶかもしれないけど、すげえリアクションを取るにはカービィ出せ。でもスマブラも今なくなってしまった。今もはや私何が残されている、カービィ以外ないっていうね。他のゲーム好きなんだけど、今最高のリアクションはね、カービィしかねえのよ。が、来ると思う？期待はしてるけども、うん、どうよ。もう今年ディスカバリー発売しちゃった、グルメフェスも出ちゃった。うん。先月に。でも何かしらのサプライズある可能性は十分にあると思って。30周年だが3本目あるか？それぐらいの期待していいでしょう。いや、でも2本も作ったんだよっていうね。だって最後に出たのだって、あのファイターズでさ、2年くらい前じゃなかったっけって。うん。だよ。もう1、2年はないんじゃない、カービィっていうね。うん。だからもうとりあえず振り切ろうと思って、鉄火具屋捕まえて。すごいすごい、なんだこのヘリクツは。ヘリクツすぎる。うん。捕まえようよ、鉄火具屋。やんない？うぅ。二人で何匹捕まえられるか、期限まで。9月の20何日までだっけ。結構2週間くらい確か分かったから。捕まえない？鉄火具屋。どれだけの数の鉄火具屋捕まえられるか。分かってる、カツくん。カツくん。はい。分かってる。何？今お前調べた？調べてないよ、俺。調べてないのか。でき今お前調べて今そのリアクションしてたかと思ったよ。もう任天堂ダイレクト構えてただけやで、俺。ちなみに今俺喉が死んでます。うん。なんでご教えようか。鉄火具屋ね。俺一匹捕まえました。うん。捕まえて、うん、おっしゃーって声叫んだった、実は撮影前に。そうなんだ。この1時間約前に捕まえたんですよ、鉄火具屋。うん。厳密にはね、今度金曜からなんだけどね、もう、海外からもう捕まえられるのよ。へ、うん、そうなんだ。もうお誘いで来るんで。映るかな。捕まえました、鉄火具屋。映ったね。捕まえました。というわけで、カツくん、やりますか、鉄火具屋。え、なんで、え、なんでっつったな、お前今。やりますか。って感じだけど、俺は。本当にいいのか、せっかく動画にしてるのに。しかも、絶対捕まえろって言ってるわけじゃないんだからさ。
いいんじゃない、安受けくらいしても。プレッシャー強くなるからね。何言ってんだよ、この動画盛り上がらない方がプレッシャー強いんだぞ。いいかい、君にとってはゆっくり寝れるだろうよ。俺はね、この後すぐ編集して、そして明日の早朝仕事があるんだよ。それもある中俺今参加してるんだよ、わかる？これくらいなんか入れないとって思ってんだ今。どうだいガス君、てっかくや、とりあえず挑戦してみない？挑戦ね。うん、挑戦だけ。絶対捕まえようぜができないから。なぜ悩む？捕まんなかったら捕まんなかったっていいじゃん。まあいいけど。じゃあカツ君、南半球行ってきて。どこ行くんだよ南半球って。オーストラリア。オーストラリアにいるの？うん、で見てみれば南半球しか存在しないから。てっかくや、うん、なん、じゃあ海外の人たちと一緒に海外のところ行けと。そうだから、お前がこの前かつてやったアグノムゲとかさ、あいつらの南側に住んでいる人たちにお願いして、軍よくレイド招待を待って。俺ついさっきたまったま来たの、この1時間前にたまったま一人いたの。たまたま一人来て、もういくらボール投げてもよりによって、今回ウルトラボールじゃねえからさ捕まんなくて、ラス1で一揺れでゲット。叫んじゃった、わっしゃーいって。北半球は噛みつるぎですか、もしかして。正解。北半球噛みつるぎの南半球の、せっかくや。俺運言ったけどほぼ無理ゲーじゃねえかと思っても。ね、だからお互いどれだけ捕まえられるか、もう招待勝負。招待勝負。正直ほぼ無理じゃん。アブノムエムリットたちで誘ってくれたあのトレーナーさんたちだと思うんだけど俺も、うんうん、誰が招待してくれるかわかんないけど、もしやったら一応海外限定ポケモンってことで、まあね、ゲットできるかもしれませんよ、はい、運が良ければ誘いられるかもしれないしって感じだからね。そうね、分かった。こういうことである。いくら悩んでも、うん、所詮運、運ですね。誘ってくれるかどうか運だもんね。うん、あとマッチング、うん、ちなみに今マッチングね、一番人待ち。さすがに難しそうだな。うん、だから捕まるかどうかの運でございます、はい、さあ始まりました。そして、うん、じゃあ勝つ挑戦ってことで、捕まんなかったら、まあ、ツイッターつぶやなきゃいいだけの話だよ。はい、うん、俺もつぶやいちゃったけどね。やったぜーって。さあ始まったぞ。音がしないな。なんで音開けないよ。バグってんじゃねえか、勝つ。音バグしてる、何の音もしないけど俺。じゃあそれ再起動しないとダメだよ、その YouTube を。俺もう始まっちゃってるよ、なんかしてってよ。来た始めた。なんだ？本当にわからないんですけど。ファイアーエンブレムじゃない？ファイアーエンブレムか。今エンブレム言うたよな。うん、あ、ファイアーエンブレムだ。見たことあるキャラがいた。なんかモンハンかと思ったりしちゃう。うん、頼むカービィ来てくれ。俺もルキナ好きだけどさ。なんだよ、どういう反応じゃないか分かんねえよ。ルフルキ派だぞ断然。てかこんだけ来るのファイアーエンブレムじゃなかったらさすが嫌だよ。恥ずかしいぞ。エンブレムって言ったからだよね。でもこの映像的にはそう見えるんだけどな、うん、だよね。ああだよね、やっぱりそうだよね。俺が持ってどうすね。何召喚できんの？ファイアーエンブレムエンゲージフリーズ。なんでウィザードできた。あ、やっぱシミュレーションゲームだね、やっぱり。なるほど。俺、覚醒、あのルキナが出るやつはがっつりやったからね。ほう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 。もう自信満々。もう自分の好きなキャラクターをね、その、なんだろう、生かしたりして、自分の好きなカップリングで設定しまくったな。
過去のキャラを使えるの、ルキナも使えるのかな。ロキで使えんなら考えなくと。え？え？過去の過去作のキャラクターたちの技を使えるってことか。なるほど。指輪だけに。いいね。いいですね。ファイアーエンブレムエンゲージ。うん。1月20日。1月20日発売。いいね。お、カツくんと訪れしてんねんな。珍しく。うん。どうかデータバグんないでくれ。うん。エンゲージ。特典セットね。さあ、いくらするんでしょうね。ファンならいくらでも買うぜって。うん、あ、はい、カービィだったら、俺10万だったら出すよ。爆弾発言したな。でもそれはブルーレイボックスに取っとけって。忘れだに？牧場物語か。ドラえもんばっかやってたからさ、存在忘れてたわ。任天堂のやつにも、スイッチのやつにもあったよね、あれ。牧場物語のやつ。カービィ、カービィ、カービィ、カービィ。そっか、それの新しい、それのスイッチバージョンの、新しくなった牧場物語か、これが。これ。牧場物語に。いいね。そして本作の特徴は人々が年を取ること。年を取った。見た目が変わったり、さらに子供は親の影響を受け将来の道を選択していきます。うん。人生経験まさに。人生だね。家族と共に人生を歩んでみませんか。牧場物語。10年後だ、太んな。次は？次は？これはゼロ？これは？ホラーゲームですね。これこそガツくんやってみたら？え？ゼロシリーズは？ゼロシリーズ。だと思うよ。あのカメラのあれでしょ？多分。ほら、やっぱり。これがあとほんと妖怪妖怪妖怪ウォッチッチだよ。そうなの、そうなのか。うん、さあ来るぜ。ほら来たー。はい、ウォッチッチ。初頭なんでそこ被るんだよ。メカ、メカ、ゼノブレード3エキスパンジョコス、ボリューム2。まあ俺もホムラとヒカリは好きやったからな。バンチョマスか。お前ゼノブレやってみないと思う？気にはなるんだけどね、確かに。任天堂が生み出したオープンワールド神ゲー。ヒロイン可愛いしね。うん、お前そこしか興味ないだろ。10月14日
なんだろうね、2聞くとどうしてもね、全員2なイメージと、あとメカトロン様っていうね。カービィ、カービィ、カービィ。違うね。これは、シフ。シフ？カンフーアクションゲームか。シャンチーですか？相手を崩して叩き込む。なんでさっきから年がある年寄りモードに入ってくの？リアルってことか。リビットは命果てるまで復讐かよ。復讐を解けるために。ゼロから始める何だって？マイクラですか？資源は加工されます。今引き殺されるとこだったね。街づくりしてるみたいな。あるあるやな。キツネか。唯一の手がかりとなる説明書ですら冒険を進めないと一部しか読むことができない。スタミナポイントって読めたけどね。初めは分かんないけど謎解きでどんどんやる。頭使うゲームってことね。感じた。発売がいつか分かんねえ。机にか。聞いたことあるけど。死んでいる？というか北斗の拳のゲーム？絶対そうやろ。この声、メガちゃんの声、千葉さんの声。フィットボクシング？フィットボクシング、北斗の拳。お前も痩せている？お前も痩せている？おい、なんだよこれ。格ゲーじゃねえのかよ。格ゲーじゃないんだ。エクササイズ、エクササイズ。どうなってんだよ。エクササイズなんだ。You are sure ってやりながら何踊るの。あおすげえ。いろいろのインパクトがすげえ。なんだよこれ。激しいアクション系のゲームかと思ったら、まさかのお前はもう寄せているだった。俺も即興で殴り行くわと思ったら、うん、リズムよくやれって何だよ。まさかのフィットです。フィットマジックだった。なんかタイトルきつくね。しかも7678円って。インパクト強え。もうすぐ発売ソフトラインナップなんじゃ。ドラクエのドラクエ10のオフラインのやつ。どんなフルフェスティバル、うんうん、おうなんだこういう系は。ファイアーエムリー見えちゃうよ。スクエアエニックスなんだ。レースゲームか、うん、オーバーウォッチ、オーバーウォッチ。出たーモンスターファーム。モンスターファーム。誰だったっけ1位9回転。ヘルソナ5。ヘルソナ言いたくなるよね。スプラか。スプラか。スプラですね。うんうん。
俺たちはスプラやるか。スプラやったことないんだよな俺。やったことないからこそやるべきなんじゃない。なるほどね。やったことないからやらないじゃない、やったことないからやるべきなんじゃない、うん、面白いかどうかを気になるもんね。確かにトランスフォーマーとかコラボしたことあるらしいからね。うん、3から始めるスプラトゥーン生活って何だろうね。カービィスキンとかあるかな。どうしたものか。テンション上がんねえぞ。ピンクボールを見せろ。こう濡れてるともうなんだろう、カービィのグルメフェスでカービィがもうあのクリームが体にベタベタついたように見えるぜ。いかがでしたか。カービィ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 、スクエアエニックス。もうため息つくなよ俺。もうスクエアエニックスって名前出してて、もう、まあ、今年 E3 なかったからね。オクトパストラベラーズ。わからんわからん。聞いたから声やな。うん。なんだ。なんだ、もうちょっとリアクションしないとね。分かってるんだけど、上がらん、くそ。どうしたらいいんだ。頼む、ピンクボール来てくれ。うわもう何もコメントできへん。カツくんもなんか喋ってくれ。初めて見る形だからな。でもオクトパストラベラーズ大事な2月発売なのか。もう僕の誕生日を超えてるじゃないか。ご覧いただいたのはうん、スクエアエニックスさんのオクトパストラベラーの配信作。うん、新たな8人の旅人。神ゲーなんだろうけど、うん、くっそ、カービィ以外にリアクション取れないよ。スーパーマリオオデッセイの新作とかだったらまだ。うん、うん、マリオだけど、ラビッツかよ。なるほど。マリオプラスラビッツギャラクシーバトル、いつものあれ。うん、新作ってことだよね、これも。追加やつじゃないの。うん、うん、ピヨーンって。もうお悩み解決したりって。マリオパーティーみたいだな。どーん。クッパ普通に仲間でもね、こういう系列に入ってくると。うん、結構先でした。12月だったね。追加コンテンツじゃねえのって。コンテンツじゃなくて新しいストーリー、ストーリーじゃないの。ああ、
カービィじゃない。ルーンファクトリー分かるか分かるんじゃない。俺あんまりピンとこっちに来てなかったですよ実は。おい、おあもうせめてだったらスカーレット・バイオレットでもええぞって仮面ライダーやマーベルもねえかな。頼むカービィ。来年春でいいからカービィ来てくれ。そしてルーンファクトリー4、ご期待くださいってやつか。レジアンドシルバーガー。わからん。何？シューティング系のゲームかそれ。ギャラか。よくあるインベーダーゲームみたいなあれか。みたいな感じかな。てて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 、それ違って。このダイレクト終了後、配信開始。そういえば、ちょっと俺、ライザーのアトリエの3が出る可能性があるって言ってたな、そういえば。そうなのか。うん。アトリエシリーズ新作あるかって、ここで発表されるかな。ちゃんと調べてなかった、あそこ。ライザンのアトリエは俺結構好きよ。1話、出たよ、アップデート。だから、カービィディスカバリーでそういうのがあればいいんだよね。そしたら私、今このカメラぶっ倒すレベルで、熱狂するよ、多分。ディディうん、声林原めぐみさんですか。それはアニメの話だって明日になったらって次の全世界68万人これ見てるぜ、うん、お、ね、ちょっとこれは期待してもいいかな、うん、これはパイロットウィングス64、あーこれね、なるほど。おお一作目やりたかったやつや、これはいい。あ、2も、おっ2も、スリーこれがスリー。スリーも一緒に。よっしゃー！これでやるやつやる。あーやった！やったやった！スタジアム打つ、スタジアム打つ！あのミニゲームガンでできんじゃん。あ、剣ゲーム。やった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 ！これ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 。うわ、すげえ。なんや、ここで来て目玉あったな。来たー。おいくつのバイクだ。64万。面白そうやりて。あーよかった。これであのミニゲーム合戦できるな。あのミニゲーム合戦やりたいって言ってたもん。マリパッド。あ、でも、23年か、来年か、2と1が年内なら、うん、まずは1をやって、うん、よし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 、これだったら、ねえ、もうやりがいマックスよ。なんか、このソフトは年齢対象18歳以上。え、何？いや、本当に何ですか？なんだろう、007？ ゴール、なんて読むのこれ。ゴールデンアイって書いてある。なんだっけこれ。わかんない、ごめんなさい。よし、よく、ポケモンスタジアムじゃん、チャーンって、チャーチャーチャーン、チャーンチャー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 ンって、わかるじゃん、このメニューを。2もキンギもミニゲーム祭りができちゃうわね。ここで試合終了、わかるだろこれ。もうやりたくてしょうがない。これはいい、よかった。ポケスター全部あるんだ。あ、楽しみ。なんとかつなげられないかな。あの 3DS のポケモンと無理かな。つながったら部屋の加工できるのにね、うん。盛り上がりすぎて今やってるところのやつに、リアクション忘れちゃったけど、ファイナルファンタジーの。うん。ワン、ツー、スリー、マリバーちょっと嬉しいな。マジで嬉しい。うん。ギャンブルできんじゃん？うん。ワンもツーもスリーも大好きだったから、本当に。
3でギャンブルだったよな。うん、そう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 。テレサ、テレ、テレフォン、うん、あのデーブ、テレフォン目指して。で、1は、うん、あまりテレサに期待せず、実力と。ってことは、あの、ミニゲームの島行った方がいいかもね。うん、大変だよ。手がグリグリで、手グリグリやって、テレの皮むけたりとかしたのもよくいい思い出だよ、今。スイッチのジョイコンではどうなるのかね。どうなるのかな。もう一人モードでもう頑張ってみようよ。あのスロットレーシングの地獄を味わえよ。あ、来たわよ、ライザ。ライザの、あ、後です。これ新作？ほら来たー。これ最後なの？ライザ3来たわ。よっと。ちょっとマリパの方が盛り上がっちゃって嬉しかったけど、今これちょっと素直に嬉しい。おー、いつものやついいんじゃん。おー、キャラも分かる人、一応。2をちゃんとやってないからな、俺。うわぁ、結構先か。でもまあまあいいや、3決まっただけでもいいや。その2。なんだ？ちょっと、ワールドマシンエディ、エディジョン。いや、オートマタ、ザ・エンドフ。読めねえ。エディション。ドラゴンボール。ザ・ブレイカーズ。スミッククラッシュ、みんなで水のパーティー、カービィ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 、ドラえもんのび太の牧場物語、じゃあしてやこっちの牧場物語は、うんうん、これなあと15分くらいやん、もう、うん、あっという間で、いやテンション爆上がりしちゃって、うん、俺は、俺は、何？ん？なんか見たことある。ん？わかんねえ。死神ちゃんって。無理やり言い訳。謎解きか。なんかわかりやすいの謎解きっぽかったけどな。うん。弾丸論破選択肢だから見たことあるやつだったんだ。そういうことなんだね。なんか見たことあるなぁと思った顔。そういうことか。スポーツ？スポーツ？うんうん。リアルでゴルフやってみてぇな。結構運動になるって言うよ。うん。一回やってみたいと思わない？まあ確かにね、リアルでどんなもんなのかわからないから、ものすごい大運動になるから、まあ、楽しいと思うよ。やってみてえな、一回は。多分俺腰やっちゃうんだよ、そんでまた俺多分途中で疲れ倒れるんだろう。誰ですか？こんにちは、ご無沙汰しています、宮本です。今日はいくつか
ゼルダですか。ああ、うん。海外ではディスカバリーのなんだっけ設置イベント終わったんだよな。ピクミン。ピクミン。エアライドも20周年なんだよ、うん、確か。ピクミン。ブルーブ。僕たちピクミン。あなただけに。ついていく今日も運ぶ戦う増えるそして食べられる歌はよく覚えてる、うん、実際のフルコーラス版にはなんだっけ、うん、僕たちピクミンって入ってないんだよね、うん、引っこ抜かれてって、ね、当時はサラリーマンの歌だとか言われたけど確かにそう聞こえるのが面白いですよね。そのイメージが俺たち強いからな、うん、今日も運ぶ戦う増えるそして食べられるってあーあーあの空にてスーパーマリオの劇場版もねどうなるかで、ね、カービィとか仮面捨てしてくんねえかな。ピクミンの話題しろよって。でもピクミン見たけどあの歌が流れきちゃうんだもんどうしても、うん、僕はスマブラのなんかであのその歌が流れてるのを思い出すというね。あー友達とやった時に君を俺なんだっけ、うん、はめ殺しでやって泣いたんだよね。そうだったなもう、うん、そんなんで泣くなよって。俺だってその前にはめ殺し会ってんだからって、うん、しょうがないよ負けず嫌いなんだからすごいよあれほん、うんおい、右下にいるぞ。ゼルダですか？ゼルダ？うん、少なくともこの画質はカービィではないな。てかピクミンの話してたからピクミンじゃないの？ほう？ピクミンですね。ピクミン。ピクミン。ほうですかやっぱりね。ピクミン、ほう。2023年。赤ピクミンは火に強い。青ピクミンは泳げない。泳げないじゃない溺れないな。ダメじゃん。黄ピクミンは高く飛ぶ。紫ピクミン力持ち。白ピクミンには毒があるんだっけ。そう、毒がある。個性がバラバラピクミン2。ニンテンドー Wii ピクミン Wii だっけ。 Wii だったっけ。2はキューブを運が愛のあれだもんね。 CM も懐かしい。宮本さん、こちらこそありがとうございました。続きネットライをご覧ください。カービー、カービー、カービー。おい、バイオハザードやんけ。バイオハザードなんだこれ。バイオハザードブリッジ。バイオハザードビレッジがインターネットに接続しながらクラウドバージョンで登場。はい、みんなバイオハザードとマーベルゾンビでどっちが強いと思うって。結構どっちも際どいって。バイオハザードビレッジクラウドは10月28日配信。10月なんだ。割とインジャレカとかやってみたらバイオハザード。怖いな、俺こういうの得意じゃないかも。でもお前いつか友達で旅行行った時にセブンは見たじゃん。まあそうだけども、うん、お前寝たけどね。床暖に分けて俺あの時マジで熱で苦しんでるっていう時に寝上がってこの野郎って。ライオンバイオほとんど寝んの。
やりてえな。違う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 って。なんかノベルみたいな。男子？男子。逃げるってこと？科学的な変換全部男？あ、女子が買いそうだな。うん、ベヨネッタですか？ベヨネッタ、やっぱりね。カービィもベヨネッタコピーできるんだよな、スマブラで参加したから。スマブラで。わかんねえ。なんてこった。なんかもうだろ、どうだろうな、カービィ。カップは何？これは、ゴルフゲーム。またゴルフかよ。いつでもゴルフ。みんなのゴルフじゃなくて、いつでもゴルフか。なるほど。ゴルフしたいか、こんなに。よくやそのゴルフゲームやってたから、なんか、そういうって感じだな、本当に。ブラックシャドウって。カービー、あ、イブ、ん、マジか、スイッチで配信されるのこれ、マジで。ちょ、カツくん、これやるべき。そうなの？これは神ゲー、神ゲー。ごめん、イブが今、どうしても気になる。イブといえば、伝説のフリーホラーゲーム。そうなの？青鬼と同系列、夢日記とかで有名になった、伝説の10年以上前のフリーホラーゲームじゃない？ここ最近リメイクされたのは知ってたけど、そう、スイッチ出るんだ。お前やるべきだよ、これ。イブは。イブはもう実況者が試されるレベルだよ。リメイク前のやつは俺よう知ってる。また緑かよ。なんじゃ。あと3分くらいで終わりだよ。でしょう。
チームだよ、カツくん。なんだ、うん、誰、なんじゃ、うん、二人プレイ専用ゲーム、専用なんだ。俺と出る機会はさ、あれでいいよ。一人プレイできないんだ。面白い。逆にいい発想だね。うん。It takes two。It takes two。なんだ？テイルズ・オブ・シリーズ？せめてスマブラ6票発表してくれれば俺多分燃えたと思うよ。チャン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 があったわけだしね。でもまあまあ勝君としてはいいライズだったかな。大きな情報入ったんじゃないかな。俺もライザー出るって分かったしな。あんな風にテンション上げて、おお来たって言うとは思ったわね、俺が。俺も喜んだしな、マジで。マジか第3弾か。これは俺たちもう水入ってるから知れてくるからね、うん、どのシリーズ、どのシリーズ買うしかな。ツアーか、ツアーは分からんな。うん、俺も分かんねえ。なんだ、うん、おお。ここは、あ、で、ここは、ピーチガーデンだ。そうか、よくやってた。あ、そうか、ピーチガーデンだね、ここ。ああ、DS やってたわ。あ、知ってねえ。うんうん。おなるほど。冬配信ですね。なるほど。ちょっと角度ずれてるな、俺映像今。うん。ラインナップその3。その3。釣りスピリッツ。はいはい。10月。まあさ、映像はいいね。うん。ソニックフロンティア、11月。いいね、これもいいね、うん、これもやってみたいんだよね。だって画面がいいね、寿司打ちが。ジャスダンスゲームか。なんかこれ見たかな。そう。フロントミッションとファーストリ、ファーストリメイク、リメイク。あー、これちょっとやれば音が出る。そう。これタイムブームですよ、確か。そうなのか。うん、なんか FGO の。うんうん。違ったっけ？なんか違ったらごめん。今俺だいぶカービィ頭空いてるから。
楽しみに。おぉ、刹那の見切り。おぉ、すごいじゃんよ。あ、これだ。あー、夢の泉のあれだ。ダンダルダンダンダルダンダル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 。さあ、スーパー能力の力を見せてやれ。来年の2月の俺の誕生月や。よっしゃーよっしゃー、最後の最後にカービィ来たー、やったー、うわー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 っしゃー、やったー、伝説だよこれ。伝説だよ、戦いボス追加されないからな。カービィ・ウィーには出てては戦えないんだよな、だから。うん、戦いじゃない、陛下と。最後に。不意打ち来たえ、これはゼルダですか。いや、でも、もう俺いいよ、うん、星のカービィ、星のカービィ・ウィー・デラックスデラックスとして来たね。じゃあ、やらないともやってくれないかな。いや、びっくりしたサプライズだ、ね、うわもう泣いてる俺もすでに。ちょっと待って星のカービィ星のカービィいや30周年まだあったあったね。これゼルダですか、うん、ゼルダですね。多分ミニゲームも、懐かしのミニゲームもいっぱいあったぞ。夢の泉のあのフライパン投げたあのやつは最高やろ。あれめっちゃ喜んだから出た時に、あ、これ来るのかって聞いた。出たよ星のカービィ・ウィー・デラックスか。久々のリメイク作品、リブート作品なのか、うん、アーマーっていう新能力もあるのか、うんうん、来年の2月、生きる目標がまた新しく生まれてしまった。よかった、ゼルダの伝説、そして新しいやつ、うん、ティアーズオブザキングダム、5月なんだ。5月か。あ、ちょっといい数々と映像ずれちゃったのが残念だったな。でもまあ OK、 あ、終わりかこれで。終わったっぽい。やったかーりー、やったー、推しのかーりー。ウィーカツくん、もうその前にもうエクストラ終わってないんだからクリアしないと。うん、やったぜ。ってことはまさかあの悪魔も来るのかな。もっとチャレンジステージいや、でもあのチャレンジステージも来る、いいよあれは俺もうやってやるよ。あれはもうエクストラモードとかちょっと考えられて、ワドルディやメタナイトとかでも挑めるモードあんのかね。どうせデデデやメタナイト戦えるモード加えてほしいな。うん、楽しみが増えてよかった、ね。増えた、これは想定外やった。まさかの Wii のリメイクとは思わなかった、うん、いいサプライズだったね。やっぱいいわ、ダンダルダンダル。もうスーパー能力新しいの加わんねえからな、別に。あの、カッターとかボツになったんだよね。うん。もうやった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 こんな嬉しいことないよ。よかったね。リメイクで、わ、30周年みたいなコレクション来るかなと思ったら、こういう形できたか。星のカービィ・ウィー・デラックス、来年2月下旬。うん。いやー、金貯めなくちゃ。さあ、というわけで、うん。うん。星のカービィもあったということで、もう全部、うん。ワイバルの動画全部すいませんでした、ほんと。さっきまですいませんでした。うん。ぶっ壊れました、やっぱり私。うわー。あはは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 。発狂中です。楽しみいっぱいやりすぎやん。俺眠れねえや、もう。でも仕事だから頑張って寝ないと。よし、カービィ、カービィ勝つか、ポケモンね。もう楽しみがいっぱいだよ、本当に。いや、よかった、よかった、今日撮影しといて、ほんと。うん。まあ、鉄かぐやもやるけど。さあ、というわけで、以上、任天堂ダイレクトでした。はい。よし、もう、これ、切り取るぞ、絶対。またカービィのところの部分で。うわー、もう、たまんねえよ。
デデデの顔がちょっとだけあのディスカバリー寄りの顔が面白かったわよーしよしよし、ではなんか勝手に俺の方なんか流れ出している。やばい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 。というわけで、うん、じゃあ次回また次回また任天堂ダイレクトもしくはポケモンダイレクトどっかでお会いいたしましょう。うん、まだどっかで会おう。よっしゃー、それじゃあまた会おう。